まずは基本から知ろう。鶴見区では誰もが安心して自分らしく健やかに暮らせる街づくりのための活動を鶴見アイネットと呼び、住民、事業者、公的機関などが協力しながら地域の支え合いの仕組みづくり、ネットワークづくりを進めています。鶴見アイネットとは鶴見区地域福祉保健計画の愛称で、助け合い、支え合いの愛、人と人とのネットワークのネットの意味が込められたものだよ。アイネットの取り組みで個人でできることとしては、例えば隣近所の方に挨拶をしたり声かけすることがあります。日頃から地域での緩やかなつながりづくりを行っていくことで、災害などいざという時に備えることにもなります。おはようございます。おはよう。こんにちは、お荷物です。いつもありがとうございます。こんにちは。今日は天気がいいですね。そうですね。奥さんはお元気ですか？グループでできることとしては、例えば地域での集まりの場や機会にお互いに少しだけ気にかけ合うことで見守りにつながります。そういえば鶴見さん来てなかったね。帰りに声をかけてみようかしら。地域でできることの一つに、町のイベントや行事を通した住民同士の交流があります。このように日頃のちょっとしたお互い様の行動がアイネットなんだね。第4期計画の方向性を見てみよう。第4期計画では、これまで積み重ねてきた活動を尊重しながら、すべての地域活動を充実させる共通の要素を推進の柱から抽出して、新たに推進の土台を設けました。地域の担い手作り、多文化共生や他の世代、障害への相互理解、より身近な場所や気軽に参加できる機会の充実を進めていきます。第4期計画においても、アイネットの語源の助け合い、支え合い、人と人とのネットワークを基本理念に掲げて、推進の柱と推進の土台を進めていきます。推進の柱について、柱1は多世代での交流や多様な主体の参画を行うつながりのある地域づくり、柱2は地域での見守り、支え合いの仕組みづくりを進める必要な時に支援が届く地域づくり、柱3は地域での健康づくり活動や環境づくりを行う健やかに暮らせる地域づくりという構成になっています。地区別計画を紹介するよ。地区別計画とは、おおむね連合町内会単位に目標を立て、できることから一歩ずつ進めていこうと地域住民、関係団体、機関等で一緒に取り組む活動をまとめたものです。地区別計画の取り組みは特別な活動ではなく、挨拶や声かけなど日頃から行われているお互い様のつながりづくりの取り組みが盛り込まれています。活動の様子を動画で紹介するよ。周りが見える住みよい町、上末吉。上末吉地区では、子どもや高齢者のサロン、見守り活動などさまざまな活動をしています。今回はその活動の中から、高齢者のサロン金曜笑顔亭をご紹介します。金曜笑顔亭は毎月第1金曜日に上末吉2丁目会館で10時から開催しています。上末吉地区連合会、地区社会福祉協議会のサポートのもと、地域のボランティアの皆さんで運営し、毎月ボランティアさんの得意なことを生かしたプログラムを行っています。今回はハーモニカに合わせた季節の歌、太極拳を取り入れた体操、折り紙を折りながらの脳トレなどを行い、地域の皆さんと交流しています。コロナの感染対策をしながら
地域の身近な居場所として参加者の皆さんのつながりを大切にしています。こういう場所がだんだん小さくていいから増えるといいな。コロナになって余計実感いたしました。遠くには行けないけど近くだったら行ける。皆さんどうぞ身近なところに場所を欲しいなと思ったら力を合わせてみんなで作ってみてください。